リーフランシス社のラジエーターに取り付けられたバッジ。社の略称 LF と海馬を組み合わせたものであるリーフランシスはかつて存在したイギリスの自動車メーカー。19世紀末に自転車メーカーとして創業、オートバイメーカーを経て第一次世界大戦後には比較的小規模なアッセンブリー自動車メーカーとなった。1920年代から1930年代に かけては高性能な上級小型車を製作、イギリスのレース界で縦横に活躍した。しかし、大手メーカーの構成に講しきれず、第二次世界大戦後の1954年までに、一般市販車の製造を終了した。ブランドは、右翼曲折を経て2000年代まで使用されている。リチャード・ヘンリーリーとグラハム・イングルス・ B ・フランシスは1895年に、 コベントリーで自転車の製造を始める。1903年には自動車の製造を始め、1911年にはオートバイも手掛ける。リー・フランシスは当初新願車のライセンスを受けて車を生産した。1919年になると彼らはコンポーネントを購入し、自身の車の生産を始めた。1922年からリー・フランシスはサウスポートのバルカンと提携して、 製造と販売を行った。バルカンはリーフランシスに車体を供給し、その見返りにギアボックスとステアリングギアの供給を受けた。バルカン設計の2種の6気筒エンジン搭載車はリーフランシス14、40及び16、60として販売され、同様にバルカンブランドでも販売された。この提携はバルカンが自動車の製造を停止する1928年まで。 続けられた。1928年ハイパースポーツカーのイメージは1925年頃のハイパーやエースオブスペードから登場した。ハイパーはイギリス初のスーパーチャージャー搭載車両で1.5リッターメドーズエンジンを搭載した。ハイパーは1928年のアルスター TT で優勝した。アルスター TT は北アイルランドの行動コース。 アーズサーキットで30周の距離で行われ、優勝したのは伝説のドライバーと呼ばれるケイドンであった。レースには25万人の観客が訪れ、リー・フランシスの勝利はしっかりと記録された。保守的だがバランスの良いシャーシ設計に強力なエンジンを組み合わせたリー・フランシス社は、レースフィールドで大いに活躍し、タフネスかつスポーティなブランドイメージを確立したものの、 肝心の財務状況は良くならなかった。会社は1937年にジョージリーク及び RH ローズのような元来例のメンバーによって改組された。ローズは来例12、4によく似たツインカムシャフトオフレイアウトの新型エンジンをリーフランシス用に設計した。12HP 及び 14HP エンジンは1937年に導入され、 1939年に第二次世界大戦が始まるまで生産された。戦争が始まると、同エンジンの生産は停止し、工場は戦争のための生産に注力し始めた。戦後の自動車生産は1946年、戦前設計車を元に改良したものから始められた。14HP のサルーン及びスポーツカーは豪華で、スポーティーな車であり、 人気もありかつ効価であった。最終的に独立したフロントサスペンションと油圧ブレーキを導入して改良されたシャシーは1950年には 18HP のサルーン及び2 5リッターのスポーツカーに使用され、どちらもよりパワフルな2 5リッターエンジンが搭載された。だが主力のサルーンは RH ローズがかつて来例で設計した。 同級エンジン搭載の量産車ライレー、RM シリーズと真っ向から競合するクラスで、ほぼ同等性能の RM に比べ5割も高価であり、競争力に乏しかった。1952年以来 r ズコートで行われていた生産は、1954年に再び停止した。14HP のスポーツ車ーの多くは、コンノートエンジニアリングに売却され、それらは、 L2 及び L3 スポーツレーシングカーとなった。コンノートは、フォーミュラ2用レーシングエンジンを開発し、リーフランシスの設計を元にしたシングルシータ、レーシングカーの A タイプに搭載した。リーフランシスリンクスリーフランシスはいくつかの注目すべきオートバイや車が降りなす歴史を持っていたが、定期的に財政難が訪れた。 ヒルフィールズの生産拠点は1937年に放棄され新たな会社に売却された。会社はコベントリーのマッチパークストリートに移転し、同所で1962年まで営業を続けたが最終的に倒産した。リー・フランシスは創業を停止するまでほぼ1万台の車を生産した。人々は1960年に生産されたリンクスを 誰が購入するかに注目した。リンクスは3台が生産され、すべてプロトタイプであった。チューブフレームの2プラス2ロードスターで、フォードゼファー用の2.6リッター直列6、気筒エンジンを搭載した。イギリスのモーターショーに展示された車両は、藤色に塗られ、金色のトリムで装飾がなされていた。強力なエンジンと四輪独立喧嘩の組み合わせは、高度だったが、 円形のラジエータグリルに代表される、きっかいなスタイリングは、国評を受け、リー・フランシスの復活はならなかった。同社が所有する車の部品は1962年に、債権者に手渡され、リー・フランシスは、自動車生産事業から手を引いた。会社の資産は、部品メーカーのクイントン・ヘーゼル株式会社が購入し、リー・フランシスのブランド名は、バリー・プライス社が購入した。 プライス社は現存する車両に対するサービスと部品販売を継続し、d ーフランシスのブランド名でエースオブスペードと呼ばれる車を生産している。これはジャガーのエンジンを搭載した2シータークーペである。d ーフランシス30-230プロトタイプ1998年にジェームズ・ランドルが設計した30-230と呼ばれるスポーツカーがモーターショーに展示され、 リー・フランシスの名前が復活するのではないかと信じられた。しかしながらプロトタイプが生産されただけで計画は放棄された。1929年 11.9P タイプ1951年14エステート当時のイギリスにおける高価な自動車税を免れるため新車時点では窓なしのバンボディを仮装したもの。ユーザーの手に渡ってから 過失窓をガラスに取り替えた。当時のイギリス製中級車でしばしば見られた事例1949年14スポーツ1950年2.5リッタースポーツ橋リーフランシスオーナーズクラブには340名のメンバーが所属420台が所有される。リーフランシスの車は多くの国に輸出されたため世界中のどこかに数多く存在すると思われる。 ありがとうございます。